ドッティングストン湖でスケートをするロバート・ウォルカー氏とは、ヘンリー・レイバーンによって描かれたとされる油彩による絵画作品。一般には短く、スケートをする牧師という名称で知られる。エディンバラにあるスコットランド国立美術館に所蔵されている。1949年までは知名度の低い絵画であったが、現在ではスコットランドの著名な絵画として知られている。 スコットランドの黄金時代である、スコットランド啓蒙記に描かれた、この作品は、スコットランド文化の象徴的作品とみなされている。この作品に描かれた人物は、スコットランド国教会の牧師である、ロバートウォーカーである。ウォーカーは1755年4月30日、現在のサウス・ヤシャー、モンクトンに生まれた。ウォーカーが、子供の頃、父親は、 ヨッテルダムのスコットランド協会で牧師をしており、ウォーカーはその頃に、オランダの凍った運河でスケートを覚えたと、考えられている。ウォーカーは1770年に15歳で、エディンバラプレスビテリのメンバーとなり、1778年には、結婚、5人の子供を設けている。1779年には、スコットランドのこのエ兵部隊、ロイヤルカンパニー・オブ・アーチャーズの一員となり、 1798年には従軍牧師に着任している。彼はキャノンゲート教区の牧師であり、また世界で最初に結成されたフィギュアスケートクラブであるエディンバラスケーティングクラブのメンバーでもあった。クラブの活動はスケートをする牧師の舞台となったダディンストン湖やロックエンド湖で行われた。2005年3月、スコットランド国立肖像画美術館のキュレーター、 スティーブン・ロイドはこの作品は、ヘンリー・レイバーンの手によるものではなく、フランス人画家、アンリ・ピエール・ダンルーの作品であるという見解を示した。ダンルーは、フランス人であるが作品が制作された1790年代、その時にエディンバラに滞在している。これを受けて、作品を所蔵するスコットランド国立美術館は、作品の解説を近年の研究によれば、 アンリ・ピエール・ガンルーの作品の可能性があると書き換えた。以前からヘンリー・レイバーンの作品ではないという説はたびたびなされていたが、ロイドの研究報告、すなわちスコットランド文化の象徴的作品がスコットランド人の手によるものではないという説の衝撃は大きかった。ザ・ヘラルドでは、もし仮にショーン・コネリーが実はイングランドの人間だったと知ったらどうする とこの衝撃を例えている。しかしながら2005年にニューヨークで行われたタータンウィークのためスケートをする牧師が貸し出されている。タータンウィークはスコットランドが独立した王国であることを言明したアーブロース宣言に由来する重要なイベントである。レイバーンの研究家で元スコットランド国立肖像画美術館のキュレーターダンカントムソンは タータンウィークのような国家的行事に国立美術館がこの絵を送ったということは作者がレイバーンだと認めている証だろうと語っている。2013年には X 線による調査の結果、レイバーンの他の作品には存在する技法がこの作品には存在しないことが判明した。スコットランドの代表的な絵画であり、普及の名作、 スコットランド国立美術館の最も価値のある財産の一つ、国立美術館で最も有名な展示物などと評価されている。また、スコットランド国立美術館では、スケートをする牧師のグッズが多数販売されており、ポストカードやスケッチブック、さらには、ジグソーパズルやチョコレートといったものが商品となっている。2004年に新築されたスコットランド議会議事堂の 奇抜な形の窓は、設計を担当したエンリック・ミラージェスが、スケートをする牧師をモチーフにデザインしている。イギリス、ケンブリッジで結成された、エレクトロユニット、クリーン・バンディットの曲、ダスト・クリアーズのプロモーションビデオは、スケートをする牧師を題材としている。ありがとうございます。